前回のジョージ・マックリークが散々な目にあったんで、近くの門前クリークっていうところに移動してきました。お腹すいたんで、お弁当を食べてから釣り始めたいと思います。いやー、愛情のこもったやっぱ手作り弁当は美味しいっすね。まあ、特に外で食べる弁当は格別っす。もう残ったマッシュポテトの餌もそのまま持ってきたんで、準備は万端です。ちょっと右から左に結構流れが早いんで、パカパカ打って魚を寄せたいと思います。自分は18ぐらいからヘラブナ釣りやってるんですけど、で、熊本出身なんですよね。で、熊本でヘラブナ釣りするって言ったら、江津湖とか、嘉瀬川とか、浜戸川と緑川。とりあえず川で最初の頃よく釣りしてたんで、まあ、ちょっとぐらいの流れだったら全然気にならないですね。25、6年ぐらい前ですかね。その当時だったらもうどこの川でも結構車で降りていける場所とかたくさんあって釣り放題だったんですけどね。もう最近はもうほぼほぼチェーンとかされてて、降りていく場所がなくても釣る場所ないっすね。多分ゴミの問題とかジェットスキーとかで釣り禁止になったんだと思うんですけど、もうほんと今ある釣り場も大事にしていかないといけないっすよね。で、本題に戻るんすけど、こういう流れのあるところだと普通はあれっすよね。そこにつけて、まあドボンとか重りベタとか、ハリスに重りをつけて、こう、ハリス重りで、ずるずる、こうね、ずる引いて、スピードを落として釣るような感じだと思うんすけど、まあ、熊本では結構そうやって釣ってたんすけど、クリークだとですね、なかなか そこにつけて釣るっていうことが少ないんで、もう、宙吊りのまんま、釣っていきます。で、さすがに普通に釣ってても、もう右から左にじゃんじゃん流れちゃうんで、どうやるかっていうと、魚をたくさん寄せて止めてもらうっていう、まあ、ごく単純なやり方なんですけど、マッシュポテトだとなかなか就業効果も少ないし、マッシュ自体がこう縦にばらけるっていうかですね、あんま横に拡散しないんで、とりあえず手返しよくじゃん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 こう打ち返してみますね。で、今の画像が多分15分か20分ぐらい餌打ちした感じですかね。少し触りが出てきたぐらいですかね。まだ結構右から左に流れてますけどね。おって言ってたらなんか釣れたみたいですね、とりあえず。おお、いい感じじゃないですかね。もうちょっと寄ってきたらもっと当たり出すと思うんで、どんどん打ち返します。そうですね。まだ魚の寄りがちょっと足らないんすかね。若干馴染みもゆっくりになってるんで、寄ってきてるはずではあるんですけどね。なかなかまだ食い当たりが出ないですね。触りだけって感じです。
魚はまあまあ寄ってきてるとは思うんですけど、食い当たりが出ないんで、ちょっと浮きを1本分ぐらい深くしてみます。で、浮きを振り込んで流す範囲なんですけど、若干上手側に振り込んで、自分の正面、竿掛けの正面を過ぎて、まあちょっといったぐらいではもう切って打ち返してますね。なんでかっていうと、もう完全にずっとこう流されたとこから餌を切ると、さらにその下流側にヘラが寄っちゃって、結局自分の釣りたい正面のところにヘラが全然寄ってこないっていうことになるんですよね。だからもう本当だったら自分の正面過ぎたぐらいで切ってもいいぐらいかもわからないですね。正面で切るとさらに下流側にこうマッシュがちょっと効いていって、じわじわヘラが正面に寄ってくるっていう感じだと思います。やっぱまだヘラブナの寄りが少ないっすよね。結構流れてますもんね、右から左に。で、自分的にはなんていうかな、こう浮きの流れるスピードが人がゆっくり歩くぐらいやったら、まあヘラブナが普通に追いかけてきて食べるのかなぐらいの感覚でやってますね。もう結構いい受けも出てきてるし、もう流れるスピードもさっきよりゆっくりですよね。上のゴミとかはまだもうシャンシャン流れてますもんね。やっぱ魚が寄ってきて止めてくれると、もうこれぐらい流れなくなりますよね。もうすぐ釣れると思います。はい、釣れた。やっぱあんだけいい感じの浮きの動きするとやっぱ釣れますよね。これはもう絶対釣れると思いましたもん俺。まだ肩はちっちゃいですけど、だいぶ寄ってきて釣れ出したみたいですね。マジ良かったっす。移動して良かったわ。粘らんで良かったわ。これが今釣れてる感じの餌ですね。結構ジュルッとしたやわ細タッチで売ってます。で、そのままつけるとつけづらいんで、ちょっと圧を加えてしっかりつけてます。で、マッシュの餌で自分がボソボソって言ってるのは、いわゆるこの芋のホクホク感が残ってるっていうのをボソって言ってます。で、こういうやわやわの餌をつけるときは、地元ももちろん抑えるんですけど、やっぱ懐のカーブのところにこうしっかり抑えてつけるみたいな感じがいいですね。地元だけ抑えといても多分餌持ちが悪いんで、どっちかと言ったら自分は懐のカーブのとこをしっかり抑えてつけるようにしてます。だいたいこれが門前のアベレージぐらいですかね。だいたい9寸ぐらいのサイズ、もうちょっと大きいのも釣れるんですけどね、だいたい9寸ぐらいが多いですかね。やっぱ川幅が広いとやっぱ魚もなんか大きくなるような気がしますね。たくさん魚も寄ってきたみたいで、馴染みもゆっくりで、そうですね、結構受けてますよね。で、流れ自体もかなりゆっくりな感じになってますよね。もうそろそろほんとじゃんじゃん釣れ出してもいい頃なんですけどね。
で、ちょっと魚がたくさん寄ってきたっぽかったんで、餌持ちがいいようにちょっと若干餌を練ったんですよね。したら食わなくなりました。というわけでまたさっきの餌に戻します。いや本当にですね、マッシュのスネリは混ざり気がないんで、もうちょっといじったらこうダイレクトに反応が返ってくるんですよね。まあ、そこが本当面白いんですけど、慣れないうちはもう本当になかなか餌が合わないと思いますね。もう手でこう触った感じだと結構持ちそうだなって思っても、針につけてこう振り込んでみると思いのほか持ってなかったりとか、もう全然なんか粘ってる感じじゃないんだけど、もうカラツンが取れないとかいうことありますからね。もう本当マッシュポテトはわからないです。もう数をこなさないとなかなか理解できないです。でクリークで結構もうじゃんじゃん釣ってるうまい人とか見つけると、マッシュの餌の作り方とか元餌の作り方とか釣り方とかいろいろ聞いて習うんすけど、やっぱもうみんな言ってること違うんすよね。元餌もほんとマッシュに水入れてもうすぐ混ぜる人もいるし、なんかそっちの方がなんかザラッと感が出て釣れるんだよねみたいな、もうみんな違うんで、もう研究するしかないですよね。いやーでもなんか釣れんくなっちゃいましたね。ちょっとちょちょってもうほんと5回ぐらい練っただけだったんですけどね。またちょっと開く感じで寄せ直します。で今柔らかいタッチでほんと釣ってるんで、本当にこのすりつけて寝るような行為は気をつけないとこんな風に釣れなくなっちゃいます。あと今までこう仕掛けの説明とかしたことなかったんですけど、もうだいたい普通の両団子の仕掛けと一緒ですよね。別に変わってるとこは特にない。あ、そういえばあれですね、あの針だけ若干大きめをつけてますね、両団子の時よりも。自分の基準だと、改良やらずの7号8号ぐらいを使うことが多いですね。針はそれぐらい使った方がマッシュの餌持ちがいいから釣りやすいですね。もう柔らかい餌はもう小さい針だとすっぽ抜けちゃうんで全然持たないです。もう小さい針でちょっとこう持たせようと思ってこう練ると結構カラツン食らいやすいんで、よっぽど冬場のめちゃくちゃ食いが渋いよっていう時以外は本当もう7号8号で通しちゃいますね。まあ、実際は正月明けぐらいで雪が降ってる時とかでも7号の針で釣っちゃいますけどね。
まあ、五号の針使ったのいつやったかなっていうぐらいの感じですね。もう遠い昔の話なんですけど、周りではやっぱ冬場はちっちゃい針使う人も結構います。あとは針数が切れてこう交換したりすると結構魚がすぐいなくなっちゃうんですよね、クリークは。それなんで、まあ極力針数が切れないように、もう釣れてる時はもう08とかのハリスで釣っちゃいますね。おお、なんかペラペラ喋ってる間にこう気づけば浮きがビタ止まりやないですか。もう全く流れんくなってますね。もう釣れてもいいですよね、これも。完璧じゃないですか、これ。あとはですね、小ネタとしてはハリスを交換する間にですね、とりあえず浮きだけでも、まあ、餌をつけない状態でも振り込んどくと、なんでか知らないけどヘラブナが散りづらいですよね。もう全部浮きっていうか仕掛けを上げたまんまで用意してると、あっという間にクリークの魚いなくなっちゃうんですよね。もうほんとこれなんでかわからないですけど、そうなんですよね。一回やってみてもらったらわかるんですけど、なんでかわからないけど。ちょっと餌の開きが悪くなってきたんで、元餌を作りますね。元餌の作り方は他の動画で詳しく説明してるんで、そっち見てください。チャンネル登録してもらうと、上の方に貼ってあります。もう自分の中ではこの元餌を毎回同じように作ることを心がけてます。最初の時点で違った餌ができちゃうと、後の調節がまためんどくさくなっちゃうんで、できるだけ同じように作れるように努力してます。でこれぐらいのばらけ具合がちょうどいいですかね。あんまりスーッと早く馴染みすぎるのも釣れないし、馴染みが悪くてプカプカ浮いてるのもまた釣りづらいんで、じわーっと開きながら馴染むように作ってください。なんか釣れたみたいですけど、何を釣ったか全然記憶にないです。なんだろうなこれ。やっぱ餌が新しくなって開きが良くなったんで釣れ出しましたね。餌も手で触っててもこの粘ってるっていうのがわからない時も結構あるんですけど、魚の反応が悪くなったりとか型が落ちたりした時はやっぱ作り直した方がいいですよね。
おお、やっぱいい当たりしてますね。やっぱ餌を新しくするとこうも違うのかって感じですよね。いい当たりで合わせたと思ったんですけど、擦れてますねこれ。まあ周りにそれだけ魚が寄ってるっていうことなんですけどね。いい方に考えよう。おお、いいヘラブナちゃんじゃないですか。このなんかアップアップしながら上がってくる感じが最高っすよね。いやーでも今日の餌本当にやわやわであんま寝てないんですよね。それをジュルジュルに手水で柔らかくしてるんで、もうマジでつけづらいです。いやーでもほんとつけづらいんですけど、こういう柔らかくて開くタッチだとカラツンが少ないし、結構ダッていうこういいあたりで釣れるんすよねこれが。だからやめられないんすよね。もうほんと頭だけ見たらすんげーでかく見えるんですけどね。なんかクリークのヘラって頭が異常にでかいんすよね。顎がめっちゃしゃくれてるしあんまよそじゃ見ないかなこういうヘラブナは。多分この辺のクリーク独特のヘラブナですよね。一応あの放流ベラの末裔みたいな子孫みたいな綺麗な形したやつもたまに釣れるんですけどね。まあほぼほぼ釣れるのはこの頭でっかちなやつですね。もう魚がたくさん寄ってきて競い食いしてるような状態ですよね今。結構じゃんじゃん当たりがあって釣れてきてますね。でクリークのヘラブナはもう本当に初めて針にかかるような魚が多いんで、もう素直なあたりで釣れるし、引きも結構強いんですよね。もう尺超えたぐらいのやつだったらもうほんとギュンギュン引きますもんね。冬でも結構元気な魚も多いっす。丸々太ってコロンコロンして可愛いっすもんねして。でこれからの時期ですね、春になると大きい河川の筑後川とかから水門をくぐってこういうクリークに魚がどんどん入ってくるんで、もうほんと何百枚単位で釣れる時期ですよねこれから。もう釣る人だったらほんと200枚300枚、まあ飽きずに釣ればの話ですけど、自分とかも途中で飽きちゃうんで100枚ぐらいが限度ですかね。
今までですね、北山ダムも、まあ、地形とかポイントの説明ばっかりでなかなか釣れてるシーンを撮影できてないんですけど、そろそろバシャバシャやり始めると思うんで、釣れてるシーンもお届けできたらいいなぁなんて思ってます。とりあえず今年の春は休みは必ず北山ダムに登るつもりなんで、まあそのうち釣れればいいかなっては思うんですけどね。本当に撮影できんのかな。最後までご視聴ありがとうございました。ヘラブナ釣りが好きな方、マッシュポテトでヘラブナを釣ってみたい方、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。これからも楽しいヘラブナ釣り動画を作っていきたいと思います。よかったらいいねボタンを押してもらえるとやる気が湧くんで、ポチッとワンクリックお願いします。